ヨーロッパのクリスマスシーズン、すっかり冷え切った体を温めるために人々はこぞってモルドーワインを求める。市内のマーケットは赤いグラスを傾ける人たちでにぎわう。12月を象徴する飲み物だ。モルドーワインの作り方はとてもシンプル。好きなワインにフルーツとスパイスを入れて加熱するだけ。特に決まったメニューもないので、お店ごとの味を楽しめる。今はリンゴが旬なので、レシピに加えてみよう。こういう自由なレシピ構成ができるのがモルドーワインのいいところ。赤ワインを入れたら、一度沸騰させてアルコールを飛ばす。飛ばし具合もお好みで。カットしたオレンジ、リンゴを加えて、クローブ、スターアニス、シナモン、最後に蜂蜜を入れて甘みを足す。沸騰しないように温めたら完成だ。言い忘れてた。